今回集まってもらった女性陣に対してバチェラージャパンで起きた様々な出来事について事前アンケートを実施。その結果分かったことが、参加女性の中で好感度が最も高かった女性、それが最年少参加者のゆきぽよこと木村ゆき。カリスマ動画クイーン。びっくりした。ギャル好き？かわいい。ギャル。初めて。びっくりした。でも大丈夫。俺でもちょっと慣れてほしかったんけどな、なんか映画みたいやん、なんか。ね。滑ってるから。滑ってるつもりだよな。誰に対しても裏表がなく、周囲を明るくするメンバー一のムードメーカー。おお。そんな彼女のことを初めて見たメンバーはこう思っていた。あ、まだこんなギャルいたんだみたいな。モロギャルっていないから、なんだ、国宝みたいな感じじゃない。国宝。なんか国宝。あ、差し上げたゆきぽよちゃんに。東大卒とギャルでは不釣り合い。一度もローズを受け取ることができないと思われていたのだが。木村ゆきさん。木村ゆきさん。はい。木村ゆきさん。はい。黒髪でも似合うよ。予想とは裏腹に大健闘。そんな木村ゆきの好感度が高かった最大の理由が、周囲の人を気遣う心。重い空気が流れるローズセレモニー前のパーティーでは、これ何？これ雪の結晶。違う。何？違うよ。何見て。ハート。ハート。正解。一応もう一回見せて。本当だ。すごいね。ハートビーム。いつも彼女がみんなに笑顔を取り戻させてくれました。ということで一番人気でございました、ゆきぽよちゃんでございます。やったー、嬉しい。いやー、でもアンケートの中で鶴さんも絶賛してますね、ゆきぽよちゃん。そうですね、はい、本当にすごい、なんかいろんなプレッシャーがある中でも一番若いのに二十歳になったばっかりのゆきぽよにすごい助けられて、空気が一気に明るくなるから、だからババアって言われても全然嫌じゃなかった。鶴さんにババアなんて、みんなにババアってつけてた。そう、ゆきぽよから見たら全員ババアなんだ。まるまるババアってあだ名つけるんです。みんな違う。ちなみにあの鶴さんは、おつる何だったっけ。私はブチギレババア。あ、そうだ。ブチギレババアだ。ブチギレババア、いいね。面白い。でもそれをなんか内心ムカついてても、ゆきぽよがそうやって言うてくれることによってみんなで笑って、ちょっとすっきりするもんね。それは確かに助かるかも。でもやっぱ最初からなんかこうやって順追って見ていっても、ゆきぽよっていろいろ変わっていくから、こう面白いよね。一番最初とかもやっぱりちょっともうほんまにギャルやん。話しかけづらい。これでもやっぱりなんかくっついたら面白いなと俺は思ってしまったけどね。で結構残っていってたから、金髪ね、ギャル魂である金髪を彼のために釣り合わないんじゃないかなと思って、やっぱり黒に染めてっていうその乙女心。いや、私もともとゆきぽよちゃんのもうファンで応援してたんですけど、あら、やっぱり。もうそしたら黒髪に染めてっていうので、余計もう、なんてけなげで可愛いんやろうと思って、でやっぱ覚悟っていうのを感じましたし、もう私やったらそこまでできひんかもなって思いました。あとなんか、ちょっとデートの時に自分がこう久保さんに聞きたいことをちゃんと質問をメモしてて、本当に真面目な子なんだなってその時感じましたね。確かにそうやね。だから裏なしでこの男のハート掴むこう天性のもんやな。お前天才か、お前は。イエーイやないわ。天才せ。いや、でもそういうところはやっぱり男子も弱いもん、やっぱ変えてきたりとか。そこまでしないと。ユキが本気っていうの伝わんなかったんですよ、はい、クボリに。ただ
ギャルで遊びに来た女の子って思われるのが嫌だったから、はい、年齢も若いしね、そうまだ二十歳だし、はい、それでも本当そこまでしないとちゃんと結婚するために来てるんだよっていうのが伝わんないから、うそうやってた。いやおじさんキュンとしたよ。本当ですか？あれ男性はもうキュンとするよ。ね、素直やね。だからそれもね、かわいい。いや人気ナンバーワンっていうのもなんか分かるような気がする。